富士オート株式会社は、群馬県前橋市に本社を置く企業。関連会社として、スバルの自動車ディーラーを経営する、富士スバルや、輸入車ディーラーを経営するユーロブレッツア、富士 GY 商事、ドコモショップを経営する富士情報通信などを要し、グループ全体で、自動車、電気、通信機器、不動産の売買、賃貸などを手掛ける。 ラビットスクーターツーリング1501947年8月29日、群馬県前橋市に、資本金19万5千円で設立した、群馬スクーター販売株式会社に始まる。1949年4月には、富士スクーター販売株式会社に変更。当初は二輪車のラビットスクーターを取り扱っていた。創業者は、斉藤住夫、斉藤武二の兄弟で、 共に、元、中島飛行機の社員であった。住子の妹、常子も経営に参加。数名ないし十数名の従業員と共に、戦後の混乱や販売不振といった苦境を乗り切ったという。1959年1月、本社社屋を新築。場所は、前橋市の本町通りで、地上3階建てであった。スバル360のヒットで業績を伸ばし、 群馬県内各地に営業所を開設。従業員数も100名を超えた。1962年7月、社名を現在の富士大都株式会社に変更。創業から15年の節目にあたり、資本金を1800万円とする。この頃、スバルサンバーやゴミ収集車、ラビットブランドの消防用ポンプが発売。昭和40年代以降はモータリゼーションが進み。 スバル1000の発売で業績をさらに伸ばし、資本金を4800万円に増額。営業所、サービス拠点を増設し、1970年には、従業員数450名、年間販売台数1万台を突破した。その後のオイルショックでは、軽自動車が販売を下支えし、省エネルギーが叫ばれた時代でも、業績を維持した。1981年3月、 前橋市本町に富士オートビルを新築。この新しい本社社屋は地上8階、地下1階建てである。同時に本社社屋内の不動産賃貸を開始した。1987年6月、富士レンタリース株式会社を設立。1993年4月、社内に情報通信事業部を設置し、同年11月にドコモショップ前橋店をオープン。 2000年10月、情報通信部門を富士情報通信株式会社に、スバル部門を富士スバル株式会社に譲渡した。スバル社のみならず、欧州社やアメリカ社といった輸入社も取り扱っている。1991年にボルボ社の取り扱いを開始、2003年6月には株式会社ユーロブレッツアを設立し、 ボルボのほかマゼラティポルシェフィアットアルファロメオアバルトといったヨーロッパのメーカー車を取り扱う。またアメリカ合衆国のクライスラー社やジープ社についても富士 GY 商事株式会社にて取り扱っている。2000年10月に設立され富士オートからスバル社の取り扱い業務を継承した。スバルの新車、中古車及び自動車関連商品の販売、メンテナンスのほか、 損害保険や生命保険の代理店としても営業している。富士大ト時代から群馬県内におけるスバル社ディーラーとして最大規模を有し、群馬県大田市に生産拠点を置く群馬県産車スバル社の販売を支えてきた。新車情報が流れやすく、買い控えを誘発するというおひざ元ならではの懸念もあるが、ワンプライス製の早期導入や顧客に対し商品、 サービスに関する詳細な説明を行うなどして、信頼獲得に努め、顧客へのアンケートをもとにした、日本全国スバル社ディーラーに対する評価、CS 対象で、幾度となく、対象を獲得している。新車販売拠点群馬県内に17店舗を展開する。ディーラー限定車中古車販売拠点群馬県内に6店舗を展開する。自動車のほか機械、電気、 事務用品などのレンタルリース、販売、買い取りなどを手掛ける。事業所として、前橋市の本社のほか、大田営業所、伊勢崎サービスセンターを置く。2003年6月1日、スバル部門のボルボポルシェ部門を分離して設立。群馬県内に、夏季の欧州車ディーラーを展開するほか、前橋市下小出町のイタリア料理店、バーグリルチェントの経営。 ファイナンシャルプランニングなどを手掛ける。設立当初の出資比率は、富士スバルが100%であった。2000年10月に設立され、富士オートから情報通信部門を継承した。群馬県内にあるドコモショップのうち6店舗を営業する。事業の多角化の一環として始めた事業であるが、急速な携帯電話の普及は当時の経営層も予測し得なかったほどの、 業績拡大を果たす結果になった。1997年7月7日、富士クライスラー株式会社設立。その後、2000年4月7日に富士、GY 商事株式会社が設立された。この2社の業務は現在、富士 GY 商事株式会社に統合されている。事業所として、前橋市、本町の本社のほか、前橋市、泉沢町に、 泉沢店を置く。日本グッドイヤーの特約店でもあるに藤夫が、グッドイヤータイヤの群馬県総代理店に就いた経緯がある。アメリカ社のクライスラージープの正規リーラーとして、群馬県前橋市元総社町、埼玉県熊谷市広瀬に一店舗ずつ展開する。かつては、ダッチ社も取り扱っていた。2004年7月15日設立。 日本の電気メーカーシャープ製カラー複合機、サプライ用品の販売などを手掛ける。事業所として、前橋市、本町の本社のほか、前橋市表町にビジネスソリューション事業部前橋を、大田市にビジネスソリューション事業部大田を、高崎市にビジネスソリューション事業部高崎を置く。1977年4月より、群馬県のローカル局、群馬テレビにて、 テレビ番組を放送している。当初は、レッツゴーカーバザールという番組まであったが、2008年に、レッツゴーカースポットへと解消した。富士スバルは2014年6月12日、インターネット上の動画共有サービス YouTube に、公式チャンネルを開設し、レッツゴーカースポットなどの動画を配信している。ありがとうございます。